ひまわりは気象庁と宇宙開発事業団が開発した正式小衛星である。ひまわり2号を打ち上げて以後はひまわり1号とも続称される。宇宙からの気象観測の実施。世界気象機関と国際学術連合会議が共同で実施する地球大気開発計画の一翼を担う。従来から日本では極気道気象衛星の構想が進められてきた。 しかし、1970年春頃までの GARP 関係のいくつかの国際会議において、気象衛星観測網の構想が具体化してきたのに、伴い、1970年度の宇宙開発計画の見直しによって、正式気象衛星の研究を進めることとなった。気象庁気象研究所は、1971年度から、 GARP で要請されている仕様を満たす、正式小観測衛星について調査検討を開始し、アメリカの SMS や GOES の研究開発状況を参考にしながら、衛星の概念設計及び予備設計を行った。また、ナスダにおいても、正式小衛星の短期間での開発可能性や、技術的波及効果などについて調査検討が行われ、 実現性が確かめられた。1972年度の宇宙開発計画の見直しにおいて、翌年からの開発開始が決定され、1973年度から開発を開始した。同7月の基本設計の段階で、ナスダが気象庁から開発を引き継ぎ、1974年9月に基本設計を終了した。この結果をもとに詳細設計を進め、 1974年度末に詳細設計審査を実施、1975年度からプロトフライトモデル及びフライトモデルの製作を行った。その後、同年11月から PFM の総合試験を、翌年2月から FM の総合試験を行い、1977年4月までに全ての試験を終了した。 1977年7月14日に、デルタ2914ロケット132号機によって、ケープカナベラル空軍基地から打ち上げられた。その後、7月15日に、第3円地点でアポジキックモーターを噴射し、ドリフト軌道へ投入、7月18日に、統計140度の赤道上空に静止された。初期運用では、スピン軸が、 約二度ずれていることが判明し、取得した画像に歪みが生じる事態となったが、地上のソフトウェアを回収することで対応した。1977年11月4日から、定常運用を開始し、1978年4月6日から、気象庁気象衛星センターによる本格運用が開始された。1981年12月21日に、 ひまわり2号へ業務を引き継ぎ、統計160度へ移動、軌道状待機となった。その後、搭載機器の劣化から1989年6月26日から6月29日にかけて、墓場軌道へ離脱、6月30日に停波し、運用を終了した。ありがとうございます。